変則なんや。あ、4月9日赤坂祭り、はい、な、こっちが歩道みたいですね。結構これなんかもう古いですもんね、作って。1週間後にはここら辺は祭り一色になるのかな。知らんかった。たまったまですけどね。あ、バスが来た。言っとったら、総合庁舎に行くとさっきもね。あ、それでその大垣駅前まで行くんだ。あれ、時間見間違いとるな、俺。いや、大丈夫です。じゃあ、今回の目的はね、赤坂駅ですからね。ここに乗ったら本末転倒ですからね。分かってますよ。大丈夫です。そんなことはしません。タルニ鉄道の企画の撮影だって言ってるのに、JR と養老鉄道に乗ってるような気はするけど、本末転倒だとは思ってないですよ。すごいね。あ、最初なんだ。あ、急に赤坂局。あ、中山道な。そっかそっかそっか。じゃあかなり歴史があるあれだ、街道にあるこの辺りは。旧中山道なんだ、ここ。ああ、あ、この辺りもすごい立派な店だ。サラリーさんか。へえ、あ、なんか立派、なんかすごい立派な建物がある。何で、そろそろあそこ交差点かな。ここは何、赤坂港はと、港があったのかな、これ。あれかな、土木を運び出すあれかな。岐阜で港って言われるとピンとこないですけどね。これは浅間神社かな。で、そこかな。二輪カウス来たんだね。なるほどね。すごい歴史ある感じだ。すごい。で、赤坂町。あ、踏切が見えてきた。この踏切は渡ってもらった方がいいのか。駅はどっち側なの。ちなみにこの踏切はあれですよね。あの、JR の踏切じゃないのかな、多分。JR なのかな。そう、この支線がなんでこんなのがピョーとあるかというと、この先から貨物の運搬やってるんですよね、確か。その兼ね合いで、この赤坂までは旧宿場町なんで、なんか、駅を作って旅客営業も、まあ、やってるよって感じで。で、この先のところは、かなり不思議な、あれになってるけど、あ、そこに書いてあるね。やっぱ JR じゃない。なんだったっけ。これだ。西濃鉄道株式会社、そうっていうところがやってる。私ですね。すごい。こんな感じなんや。これなぁ。で、この先に赤坂駅あるよね。どっから行ったらいいの、赤坂駅。これ16銀行なんや。すごいおしゃれな作りになってる。確かにすごい。
これ行きまいか。ちょっとここでチェック入れよう。石像とかがある。どうだ。まあまあ間違ってないみたいですね。これはトコロ。生田。幕末青年史。戦国年だから本当幕末ですね。山口県。なるほどね。で、この奥からも行けるけど、こっちはさらに住宅街っぽいんで、そっちからやっぱ抜けていた方がいいそうですな。で、こういうようなとこやってみます。そしたら最低だ。あ、超満開やん。あら、綺麗ですね。いやー、桜日和。やれやれ。ここは大垣市にあるのだ。そっか。さっきの駅のところから合同町なのか。ちょうど境目なんですね。じゃあ東赤坂駅と西赤坂駅で市町村は分かれるのかな。16、おしゃれね。あ、もともと赤坂銀行本店っていうあれなんだ。じゃあその頃の建物使ってるのこれそのままの建物っぽいね。すご。中はめちゃくちゃ綺麗だけど。建物は、え？あ、建物そのまま使ってるのかこれ。すごい。16銀行ってこっちだったんだ。私、岐阜市の方なんかと思ってましたね。で、ここかな？は、昔ながらの本屋さんにタバコも売ってるなぁ、なんてレトロなんだ。低いもんね、このやつとかも。こっちかな？立ってんか、これで。地震ねー。でも、だって線路があって走っとったんやから、そんなに外れるわけないですもんね。合ってるかな。あ、上り出てるの、そうか、祭りが来週あるから。じゃあ今週なんか、いや、出し物あるやつだったら、役立つ人物とかやってるかもしれませんもんね。この辺りかも。あれ？昔のままの感じですもんね。すごいな。この辺りだとあれでしょうね。なんか線路側って、要は、東海道側って、どうしても地震が多いんで、古い建物がどうしても、ね、残りにくい、あれがあるんですけど、なんか線路側の方はね、内陸側なんでね、それほどそのプレートの、海底地震がね、で、大きな被害が出にくいので、ね、その分やっぱ古い建物を登りやすいのかもしれませんね。確かにこの山入った側のこの馬込妻籠とかあの辺りとかも、ちょっと由緒ある建物とか多くなりますもんね。合ってんのかなこれで。お茶屋敷跡。ん？なんか前に見えてきたのあれかな。お、